はい、次これか。58。何や、キャパアローン?キャパアローンかな。あ、アクションゲームやね、これ。なんか一番最初の、一番のゲームに似てるな。おっと。いや、これまだでも、これも攻撃できないんやね。あー、しまった。やられた。これはまだマシかもしんないな。こういう感じのゲームは結構好きなんでね、僕、横スクロールの。まだマシやね。うわ、こんなん届くんかい、これ。あ、これか。これ乗んのか。これでクリアか。え?あ、入った入った。これはまだいいかもしれないな。うん。こういう感じのゲームはまだ許せますね。うん。まあ面白い、まあ評価的にはね、まあまだマシっていうぐらいの評価やけど、面白いとまではまだ言えないけどもね。よいしょ。あ!今までのゲームの中ではまだマシな方ですよ。うん、あら、難しいな、意外と。これタイミング合わないんちゃうの、これこの感じか。ジャンプ力はすげえな。あれ、よし、入った。まあまあ、まだこれはいい方かもしれないな。まだいいな。これね、アクションのね、訓練になるんでね。こういう、まあ、ジャンプ、攻撃はできなくても、これジャンプするだけで、こうやって避けていくだけのね、ゲームとしては、まあね、訓練にはなるんでね、アクションゲームの。悪くはないですね。ああ、やれた!終わった。また残機あったのか。うわ、これ。あれが違ったやん、扉が。あ、これで終わりなんや。これコンティニューできるんや。コンティニューができるっていうのはちょっと、初めてじゃないですか、この内蔵ゲームの中でコンティニューがあるゲームって。これが初めてじゃないですか。まあ、これはまあいいっすね。これはまだいいっすよ。これはまだね。もう、ああ、しまった。やられた。あ、ギリチョンやん。超ギリチョンやんか、あれ。この辺ぐらいからってことやな、じゃあ。よし、行った。あ、なんかたまにすり抜けるときあるな、板を。これ難しいね、これ。扉に入るのが。ここに入るのが難しいな。入った、入った。4面。これギリギリパターンか、また。あ、そうでもないな。よいしょ。いや、これが一番もしかしたら、今までのね、この内蔵ゲームの中で一番面白いかもしれないな。僕好みのね、ゲームなんでね、こういう感じのゲームはね。これで攻撃できたらもっといいですけど、まあ、敵出てこないから攻撃できてもあれか。もう完全にジャンプで、まあ言うたら、こういうね、リフトを乗り越えていく、リフトっていうか、そういうゲームですね。まあ、アクションの訓練ゲームっていう感じですな。
でも同じような景色ですけどね、ずっと。まあリフトのパターンは微妙に変わってるけどさ。あ、これが一番面白いですよね、今までのゲームの中で。うん、内蔵ゲームの中で今のところね。あら、前は倉庫版が一番面白かったですけど、今のところね、それがもう超えましたね。このゲームが一番、今のところ一番いいですね。よいしょ、ちょっと。あかん、ちょっと早かったな。あ、これ、ここか。あ、入れた。うん。6面。あ、これギリギリパターンかな。あ、いけるな。いけるわ。これダイヤみたいなのがあれやろね。点数やろね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ジャンプ力結構あるね。よいしょ、よいしょ。あぶね。よいしょ。まあ同じような景色ですけどね。斜め。微妙にね、地形変わってますもんね。うん。あ、しまった。ああ、いいのか。いいね。よいしょ、ギリギリやな、あれ。もうね、ジャンプだけでね、まあ、リフトというか、アクションのね、まあ練習になるというかね、うん、一応ね。あ、これは。よし、入った。よいしょ、はい。はい、今んとここれが1位ですね。はい。ゲームとしてはね。うん、よいしょ、あー、あかん。ギリギリやね、あれ。これラスイッチ、あ、終わったな。はい、じゃあここで終わりますね。はい。